ゆきです。アンです。クイティアンのころです。ようこそおいでませーん。トクチャとお水、どっちの方が飲んだら痩せるの？テンション新たな試み。そうです。また1週間後に撮影があるので、その間、あのお互いにお水とトクチャを飲み続けて、一体何キロ痩せるのか。でるーん。トクチャ。ね、まあ、実際ね、女性がもう1週間飲み続けてどれだけ痩せるのかって、これみんなのためにもなりますから、痩せたらみんな飲んだらいいから。ドーン、おー、裏やだ迎えろ。ドーン、はい、お水です。1日に2リットルを飲むという検証をしていきたいと思います。はい。トクチャはね、ちなみに1日の摂取量が500ミリを推奨されていたので、そうなんです。500ミリペットボトルでいきたいと思います。はい、ね、楽にダイエットしたい。うんうん、動きたくない。そう、そういうこと。これをさ、これを持ち歩くのはちょっと簡単だけど、これを持ち歩くのなかなか至難の技だよ。やばい人だから本当に。これ電車で伸び出したらやばいでしょ、これ。はい、今ね、記録、体重測ってきた。お互いに確認したからね、もうズルはできないんで、不正は許しません。また1週間後にお会いしましょう。さようなら。1週間経ちました。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。お、VTR をちょっとだけ、はい、ちょっとご覧いただきましょうかね。はい、こんな感じです。トクチャを買ってきました。別に一気飲みする必要はないかなと思うので、いろんな編集をしながらお供に飲んでいきたいと思います。おはようございます。2日目の朝です。ということで、お茶は飲みたいと思います。はい、ということで今日これ飲み干したいと思います。今日6日目の朝です。毎日飲んでます、これでね。あの、ようやく届いたんですよ、昨日注文してたんですけど、トクチャの段ボール見て、でれーん。いや、あと2本でいいんだよな。もう撮影が終わった後の特茶生活は継続することになりそうですね。はい、っていう感じなんですけれどもね。だからあんま特急事故はないよね。そう、そんなにね、きついことはなかった。私はね、あの、はい、最初に水2リットル飲むって。あ、V振りしてもらって。あ、どうぞ。はい、今日がね、このお水生活1日目です。午後10時10分。今からダンスの練習があるのでね。この2リットルのペットボトルをそのダンスの時間に飲み切りたいと思います。でもまだね、これくらいしか飲めてないので、ちょっとこれからダンスの練習頑張ってこれを減らしていきたいと思います。初日だけどちょっともうしんどい。頑張ります。水生活がね、あの3日目になりました。あの、初日は大きいねボトルを持ってたんだけど、ちょっとね、あの、ちっちゃい方が持ち歩きやすいということでね、1リットルを2本飲むことにしました。なんかそのあんまり飲むの苦しくなくなってきたんで、ちょっとこのまま続けていきたいと思います。はい、はい、ということでね、あの、動画でも言ってるんですけど、うんうん、最初水2リットルこれで飲もうかと思ったんだけど、さすがにこれを毎日持ち歩くのはめちゃめちゃしんどかった。ペットボトルで置いとくのってすごいなんか楽だなって思った。ペットボトルだったらなんかベッドの横とかに置いとけるから、うん、なんか寝起きでちょっと飲んだりとか、うん、いいか起きちゃったなとかいう時飲んだりとか、うん、なんか目についた時にパって飲めるから、あ、めっちゃいいね。そう、ペットボトルで水飲むのすごいいいなって思った。早速体重測ってみます。測りましょう。いや、ちょっとでも体重減らそうと思って靴下脱がないで。なんでわかったの？なんでわかったの？マジで。はい、靴下ちょっと脱いで。不審な動きをしないで。これで多分ね、100グラムぐらいは減った。さあ、行きましょう。行きまーす。あ、怖っ。え、元何キロだったっけ？食事普通で太らなかったから、確かにプラスではないね。そう、プラスではなかった。それでは小雪選手の挑戦です。変わってない、増えてる。やば、 0.2キロ増えました。はい、ということでなんと、はい、0.5 減ったのと 0.2 増えた。フォーカス。
楽して痩せようとすんな。みんな楽して痩せちゃダメ。こんな特茶だけ飲んで痩せるわけじゃない。動かずに痩せれると思う。本当にね。以上、小雪店のところでした。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。